皆さんこんにちは、森泉です。いや本当にちょっとね、森泉のお話なんですが、残念なお知らせがあります。いや本当にね、世の中って本当にいろいろ物騒ですね。ツイッターでもお話しさせていただいたんですけども、森泉なんと車上荒らしに遭いました。いや本当に何だろうな、いや僕は悪いんですよ。車上荒らし以外でもたくさんね、そういった被害を受けてしまう、まあ、被害者になってしまうケースもねやっぱりあると思いますので、なぜ動画にしたかというと、犯人を特定するとかじゃなくて、犯人減らすことは多分この動画で難しいかと思いますが、被害者をね減らすことはできるんじゃないのかなと思ってこの動画を回しております。こちらのサムネでも書いてありますが、およそね10万円ぐらいマイナスになってしまいました。いやもうピューピューピューって飛んじゃいました。被害の日にちですが6月17日でございます。でこちらの画像を見ていただくと分かるんですけども、本当にね車のガラスがぐちゃぐちゃでございます。で僕のね駐車場なんですが、マンションのね敷地内に停めており、近隣のね住宅ファミリー層なので、本当に安心しきった、見た感じ治安のいい場所だと思っております。まあ今でもね、そう思っているんですが、16日の夜かな、ゲリラ豪雨にあったんですね。まあすごい雨降ってたんです。で、僕がもう完全それはね、不注意だったんですが、助手席によくね、見ると、お財布が置いてある感じで、まあ、なんだろう、分かってしまうところに置いてありました。で、いつもね、使っているバッグなんですが、そちらにね、スマートフォンを置いて、まあ中に入れたんですが、それもやられてしまいました。半日ぐらいね、警察の方に被害届けや、あとは事情聴取というのかな、なんか現場の写真とかいろいろ撮ったんですが、やはりね、なんといってもね、時間がかかりました。運転免許証、キャッシュカード、あとね、その他いろいろ。はい。で、まあその他にもね、たくさんの方々に迷惑をかけてしまう。まあもちろんね、警察の方もそうですし、あとね、近所の方もそうですし、うん、いやもちろんね、犯人が 100% 悪いんですけれども、ただね、森泉の注意不足っていうことで、僕もね、かなり反省しました。いやもう正直、めっちゃショックです。だからといってね、ずっとメソメソしてるわけじゃなくて、今ね、車乗ってる方はもちろん気をつけてもらいたいということと、あとね、学生さんもね、視聴者さんにいらっしゃると思いますが、28年間僕全くそういう被害っていうのを受けなかったんです。今後ね、車を乗っていく、まあ乗る方も気をつけていただきたいですね。貴重品はね、持ち歩きましょう。で、ここでね、共通なお話になってくると思うんですが、車上荒らしだけではなく、日常でもね、そういった盗難っていうのは起こりうる場合もね、少なくないと思うんですよ。僕もバドミントンの大会出てて、もう警察の方がいらっしゃったり、ラケットの盗難が起きてしまったり、学校でも靴がなくなったとかいろいろ耳にしますが、いやもちろん犯人が悪いというのはありますけれども、もう自分自身でね、守っていかなくちゃいけないのかなと思います。まあ具体的にはね、どうやって守っていくかというと、やはりね、ラケットバッグもラケットをね、出しっぱなしにしない。お財布ももちろん出しっぱなしにしない。目につかないところに置いとくなど、あとね、もし大会中ね、出歩く際は、目の届く範囲のところに、置いとくというね、対処法をした方がいいと思いますので、僕は大丈夫だとかそういうのはね、僕自身あった反省の部分になりますので、皆さんもね、気をつけていきましょう。まあもしね、この動画見て
どんな感じでね被害受けられた方がいらっしゃったら、まあ、コメントとかね、なんかこういう事例があったよということで記載してもらえれば他の方もね閲覧することもできますし、自分も気をつけようということになると思うので、ぜひね、あのコメント欄お願いします。で、僕のなぐさめも込めてね、あの高評価お願いします少しでもね、皆さんからパワーもらいたいんでお願いします。ということで、ちょっと残念な、あんまり気持ちがいい動画にはならなかった、まあ、ならないと思いますが、少しでもそういったね被害者の方がね少なくなればいいなと思いますので、いつまでもね僕もめげてるわけにはいかないので、 YouTube の動画いっぱいねガンガン出していきたいと思いますこの動画を見て少しでもね皆さんが気をつけようって思ってくれれば、僕のね10万もよくはないんですけど、まあ僕の勉強代だと思っていけばいいんじゃないですかね、うん、はい、じゃあね皆さんも気をつけていきましょうという動画でございます。皆さんもね犯罪に巻き込まれないように自分で守っていきましょう。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。皆さんで、ね、気をつけていきましょう , 笑えないよー。今だったらいろいろできるよ。ではね、次回の動画でお会いしましょう。元気になります。バイバーイ。バイバーイ。うわー。